インスタグラム400万人突破なのに平野仕様のテレビ CM が消えた舞台裏。ジャニーズ事務所を退所しインスタグラムで輝く平野仕様の新たな舞台裏。平野仕様ジャニーズ事務所を退所して以来、その人気は全く衰えず、逆に新たな舞台で輝きを増しています。 今年5月にジャニーズ事務所を退除し、7月からインスタグラムを開始した平野潮のインスタグラム読者が、9月11日時点で401番人を突破したことは、その一端に過ぎません。平野が新規投稿をアップすると、たちまち2番人ものファンがコメントを書き込み、その存在感を証明しています。しかし、 ジャニーズ事務所を退所したことによる彼の新たなステージでの成功には、様々な背後に潜む要因が存在します。この記事では、その背後にあるエピソードと出来事に焦点を当て、平野仕様の新たな舞台裏を明らかにします。インスタグラムの成功平野仕様は、ジャニーズ事務所を退所してからも、そのファン層を維持し、むしろ増やしています。その成功の一因として、 彼のインスタグラムアカウントが注目を浴びています。2023年9月11日時点でフォロワー数が400万人を突破し、その数字は依然として増加傾向にあります。新たな投稿が行われるたびにファンからのコメントや反応が殺到し、その盛り上がりは依然として衰えを見せません。Z 世代の支持兵や仕様の成功には、 特に Z 世代からの強力な支持が寄与しています。広告代理店関係者によると、平野のファン層には企業や広告代理店に影響力のある Z 世代のファンが多く、その存在が平野の強みとなっています。このファン層の特徴は、彼らが平野仕様の才能や魅力に魅了され、その活動を支持し続けていることです。 ジャニーズ事務所の性加害問題、ジャニーズ事務所を退場した背後には、ジャニーズ事務所の性加害問題に関連した出来事が存在します。性加害問題についての会見後、キングプリンスファンであるティアラたちの怒りと不満が爆発的に増加しています。ティアラたちは、平野紫耀、岸ユータ、神宮寺ユ太タの脱退とジャニーズ事務所からの退場発表後、 彼らの音楽活動をサポートし続けてきました。そのサポートの結果、ユニット初の100万枚声を達成するなど、成功を収めてきました。一部のティアラたちは、ジャニーズ事務所による適切な対応があれば、分裂や脱退が発生しなかった可能性があると主張しており、怒りの声を発信しています。 商品ブランドとの関係一方、平野市用が所属していたジャニーズ事務所を退所した後、彼のテレビ CM 出演に関する一連の出来事も注目されています。これまで P&G 社のパブリーズ CM には平野が起用されてきました。 平野がジャニーズを辞めた後も CM は放送され続け、その姿勢はジャニーズ事務所に忖度しないと好意的に受け止められていました。しかし2023年8月25日になり CM での平野の役割は何わ男子の道へ春優に交代しました。これはジャニーズ事務所の性加害問題を認めた特別チームの会見の4日前の出来事でした。 平野から現金プリの流瀬角、高橋山に代わるならティアラも納得したでしょうが、藤島前社長のお気に入りとされる道へにスイッチしたことから、ティアラの怒りは一層高まりました。インスタグラムと CM の関連平野仕様が成功を収めている要因の一つは、彼のインスタグラムアカウントと CM 出演との関連性です。 ジャニーズ事務所を退所してからも CM 出演において彼の姿が変わらず公に提示されていることは彼のファン層にとっては重要な意義があるでしょう。一方で CM 出演の変更がファンの一部から反発を招いたことは彼の新たな舞台での成功における挑戦とも言えます。平野紫耀のジャニーズ事務所退所後の新たな舞台での成功には 彼の個人的な魅力だけでなく、彼を支えるファン層やその関連する出来事が深く関わっています。これからも彼の活躍に注目が集まることは間違いありません。しかし、ジャニーズ事務所を離れた彼の今後のキャリアやその背後にある問題への対応は、彼の成功にとって重要な要素となるでしょう。